本日はブラックペア第8話の感想と解説をお届けいたします、まあ、今回ですね双子であるということが判明いたしまして考察的な要素の半分ぐらいは終了したかなと思うんですけれども、まあ、このドラマそもそもその考察要素はありつつも本当にドラマが面白いので皆さん盛り上がってるって感じがありますので本日も一部考察を含みながら基本的には解説とか私はこういうふうに楽しんでってことを皆さんにお届けしていきまして、まあ、共感する部分共感しない部分あると思いますので、まあ、でもそれで お時間を過ごしてていいただいてドラマに戻っていただくとドラマにより楽しめるとは思いますのでそのようにご活用いただければと思います。まずですね一応私今回の第8話まで第3話か2話を除いて全部考察動画出しているんで考察解説動画出しているんですけれども考察の予想に関してはおおむね当たっていたかなと。まあ、要は 天城と都会が同一人物説で同一人物に関してもあの意図的に成り済ましている説であるとか記憶喪失説であるとかさまあ、様々あったんですけれども基本的には一貫して双子説を取っておりましたので、まあ、そこが外れずに要は皆様今までの動画をご視聴いただいていても私とんちんかなことはお伝えしていなかったかなとは思いますので、まあ、そこが良かったかなとは思うんですけれどもちょっとだけ外れたのが前回ありましたね。 まあ要はこの後ろのですねこの天城とえ佐伯院長がですねっ組み合いというかまあ佐伯院長はこうもうそれを受け入れるっていう感じでしたけれどもこのシーンを見て私、前回なんて言ったかというと「えっ、佐伯先生血縁関係とかなんかお父さんとかそういうことあんの?」みたいな感じで間違えて予想しちゃったんですね、前回。で理由としてはまあこの場所が「ブラックペア」シーズン1の時に。 あのもうこれ都会先生の実家であるってことは分かっていたので都会先生の実家で一応都会じゃない天城と都会先生の家に何で最近長がいるのっていうふうに思ったんですよ。細菌庁ががんでここに上がってんのとそういうふうになると最近長がその天城・都会の血縁関係に何か,か関係あんのかなって思ったんですよね。 お前にはずっと黙っていくつもりだったって。セリフも予告映像で出てっていたので、まあ結果的に違ったので、そこだけまあ間違えちゃいました。よってところでした。全く血縁ではないかったってところですね。で、これは要は、まあ、シーズン1の時のブラックペアン騒動騒動ブラックペアの事件もそうですけれども。まあ、佐伯先生はその都会、東海天城の実の父親ともともと一緒に働いていたので、その意味で近くで見ていたと。 いうような形があるわけでそれで要は今回に関しても真相を全部知っていたというようなシチュエーションでしたねでそんな感じで予想通り私の予想はまあ双子説当たりましたので双子説が当たった経緯とあとその設定の確認を改めて最初のここでお話しできればと思うんですけれども双子説別に当たったのは私の考察力がすごいからでは全然ありません視聴者の皆さんのおかげで私は単純に当たった説で 説明がでできただけでございます、まあなんとなく双子っぽいよねっていうふうに思っていたんですけれどもそれを第1話ぐらいの時の動画で言ったら視聴者の方に公式ホームページで双子役を演じられている片方の,この村上葵くん所属事務所のホームページですけれどもそこのホームページのところに新着情報出演情報として「二丁劇場ブラックペアン」シーズン2の第1話双子役で出演しているっていう表記がありますよっていうふうに教えていただきました。でこ,れこれ要は 1> 第1話で出ているので第1話で第話子供なんて出てきてないんですよ。ってなった時にどのシーンかってなると天城がフラッシュバックで手をつないでいるあのシーンしか出演してると思われる場所ないんですよね。 つまるところこれによって天城と都会は双子なんだなというふうに思ったので基本的には双子説をもとにずっと考察解説を続けてきたというような形でございます。つまるところドーピングです。<laughs> 完全にドーピング考察でございますけれどもまあそういうふうにしてきたという感じで結果的に当たりましたよと。はい で設定の確認とちょっとこれ賞分けちゃったんですけれども設定この2人の設定確認と病気についての整理をさせていただきましたのでちょっと改めてにはなりますけれども今回実際本編の中で見ていくとまあドラマっぽいというかえどういうことってその要はおもちゃの車の一件とか見てねえどっちが天城どっちが都会みたいな感じでちょっとこう二点三点したので設定が分かりにくい部分も正直ありました。 なのでそれをちょっと整理してみましたまず、まあ、これも結果論なので、えー、天城先生と都会先生双子でした天城先生が兄でした都会先生が弟でしたとで2人とも、えー、都会一家で普通に生まれましてで、まあ、仲良く暮らしていました家族4人で仲良く暮らしていましたよと。なんですけれども都会先生の心臓にはまあ持病がありまして。 結果的にちょっと悪化を、えー、ある時してしまったとで手術を行うんですけれども普通に手術をしてもどうやら治らなそうだという形でてかもう無理だとなった時に苦肉の策何なら違法行為と、まあ、これドラマ上のフィクションだから細かい法律の照らし合わせとかここでしませんけれども違法行為だけれども兄である健康な天城先生の内胸動脈を都海先生に移植を したとでこれによって都会先生は無事に治りましたしかし天城先生は多発性の冠動脈瘤になってしまったという形でございましたでなぜじゃあこの天城先生と都会先生を引き離さなきゃいけなかったのかと、まあ、要,要はね天城先生側が周りの支援金銭的なものを含めて周りの支援も受けた上で まあ一応治療を続けるってこともできたと思うんですよ要は天木司医師、ね、の元に養子に天木先生は行ったわけだけれどもなぜ養子に出さなきゃいけなかったかっていうと2人を引き離す必要性があったからってことなんですね要はお金のは建前であって違法行為をしたからこそ 二人がそれぞれ探らないようにってこと、探られちゃったんだけど、結果的に今回。探らないようにってことを含めて、そして、まあ、違法行為なので、単純に、その捜査機関から、うん、その。天城司先生と都会先生。あの、お父さんの都会先生に捜査が及ばないってところを含めて、話す必要があった。だから、養子に行った。こっちが真実なんですね。お金は、要は、もう建前でございます。もう、かなんて、言葉悪いけど、どうにでも、ね、支援でなるわけ。 司先生とか周りに支援してもらえばどうにでもなったとは思うので、まあ、それはそういう形でございますよと、はい。なんで結論としては2人を引き離したのは手術が違法行為だったからここのところがちょっと人によってそれこそ SNS とか見ていても別に引き離す必要なかったんじゃねっていうふうに思うんですよねいくら2人が病気だったとしてもで実際まあ東海先生治ってるしっていうところを含めてだけども違法行為だから引き離さざるをえなかったって感じですね。 で病気に関してそれぞれの病気に関してですけれどもこれは一応まだ100%じゃないですけれども多分私の中での99%の認識としては、まあ、天木先生今もう大ピンチですよと。だけれども都会先生は多分この幼少期の手術で完全に治っているっていう設定ではないかなというふうに思います。ちょっと冷めたた考察にになりますけれどもドラマの制作現場,から現場側から見た時に 今回のブラックペアシーズン2今やってますけどもシーズン16年前のドラマ制作中のタイミングで今回のこの設定っていうのはおそらく織り込んでなかったと思います。まあ、なので今回の織り込んでいたらもうちょっと伏線っぽいことがシーズン1でできたかもっていうちょっとそのもったいないなんてとこありますけれども、まあ、一応表に出てきている情報だと原作者の方が。 まあシーズン1は終わった後にこういう設定で続き考えてるんですけどどうですかってって今回のこの双子設定っていうのを出してきたようでございます原作にもないものでございますけれどもまあなのでシーズン1は何もこう伏線的なシーズン1でこう描かれているから都会先生は健康だっていう論は立てられないと思うんですけどまあ言うてもシーズン1では一切都会先生持病を持ってる感っていうのもなかったのと。 単純に今もう第8話なのであと第9話第10話あと2話ぐらいで終わるかなと思いますけど仮に全11話でもあと3回しかないわけですよ。あと3回しかないのに天木先生が治った後に都会先生がまたぶっ倒れてでっていうのもちょっと考えにくいかなというふうに思うので私の中では都会先生は治っていて天木先生を助けるだけっていうのが現状のまあ思っていることなんですがなんですがってこの資料を作ってる時まではそう思っていたんですが。 もだから100%治ったとは言い切れない理由としては予告映像を見ると「8年前の手術失敗してたんでしょう」みたいなセリフがあったんですよあの声は多分都会先生二宮さんが言ってるんですけど多分天木先生じゃなくて都会先生だと思うんですけどドラマの設定6年前なんですよ要は世良が成長してから6年なわけですよシーズン1から6年経ってるわけですよ都会先生とバイバイしてから。 8?8? 年前ってまあまあここに書いてあったんですけど8年前。ってなった時に前回の話と関係ないシーズン1の話とは関係ないっていうことを考えると8年前に都海先生が何かしらの手術を受けていてそれが失敗していて失敗もしか治っ完治していなくてまた最後に仮にですけども今回来週にかけて。 都会先生が天城先生を助けて最終回で天城先生が都会先生を助けるっていう可能性もゼロではないのかなっていうふうに思うのでうんまあ治ってると思うんだけどもちょっと8年前は引っかかりますよってちょっと保険だけここでかけておこうかなっていうふうに思います。とにもかく書くにもずっと双子説なのか同一人物説なのか記憶喪失説なのかいろいろとありましたけれどもまあ双子説でありかつかなりまあ双子であったとしても何で引き裂かれたんっていうのを。 ずっと私も疑問で動画で言ってましたけれどもまあそれが都会先生を助けるためでそこに違法行為が、えー、繰り広げられていて結果的に引き,はな引き剥がさざるをえなかったということでですねかなりヘビーな着地点だったのでドラマとしては見応えがあったなとこんなことあるかよって思う方もいるかもですけどまあそこはドラマですからいいんじゃないかなと思います。はい あでもまあなんすよねそのこんなことあるかよって、まあ、これ日本のドラマに限らず映画でも何な,ならハリウッドとかだともっとたまにツッコミどころ満載っていう,いうドラマとか映画ってありますけれども、まあまあ、いいと思うんですよねツッコミどころって意外と事実は小説よりきなりなんてこともありますけども意外とじ世の中でえこんなことあるみたいなことってあるじゃないですかニュースとか見ていても。 ななんらな芸能人の不倫騒動とかでも「そんなことある?」みたいな感じのことってあるので意外と「そのんなことあるかよ」って日常ではありえないことをドラマで描くっていうのは別に私としてはむしろ楽しいことなのかなと思いますけどね。ははいはいでじゃあこれで全ての伏線が回収されたかっていうと私の考えではそうじゃないんですよね。天城先生が探っていたこととして今回それこそ仮眠室で都会先生の私物がまだ残っていて。 でそれを天木先生が探るそしてそこから写真が出てきたっていうのとかありましたけれどもつまるところ天城先生が都海先生の周辺について探っていたこれは今回、まあ、言うならば伏線回収が終わりました。なんですけれども天城先生が大切に箱に入れていたものの中を見てみると今回出てきた思い出のおもちゃの車と合わせて。 ブラックペアンがそこに置いてあったんですねなのでまだブラックペアンに関しての話っていうのは謎が残っていいると私は思いますで合わせてこれはちょっとまあ来週見れば分かるのかもですけれどもまだ伏線回収多分されてないって認識ですけもう一個あって、まあ、ブラックペアンと関係することだと思うんですけれども都海先生は日本に戻ってきてから第2話以降か医療事故報告書。 東城大の医療事故報告書をずっと探っていたんですよね。今回の天城先生、都会先生の違法手術って。医療事故ではないですよね。つまり、ところ、ずっと都会先生が探っていたことのうちの天城先生。あ都会先生、天城先生が探っていたことのうちの2割ぐらいは都会先生。周辺自分の数字についてだけども。 もちろんそこと関連することだとは思うけれどもまだ全部終わってないんじゃないかなっていうふうに私は思いますのででも多分ね全然その天城先生のパーソナリティに関係しないことではなくて何かしら関係するから探ってんじゃないかなと思うのでだから今回は双子だっていうことが分かっただけでまだ謎が全然残っているっていうのが私の考えですね。だから言うならば一応今回都会先生も出てきたので。 木先生は来週何とかして一命を取り留めるんじゃないかなとは思いますけれども、まあ、どうなるでしょうねってところですよねはいで次に佐伯、えー、先生の緑内障とブラックペアンということで佐伯、えー、先生は緑内障でそれでまあ目がこう時折見えないことがあるっていうことが分かりました私自身目の病気は大きいものをしたことはないですけれども身内でいって 深いですね、目が全く見えなくなっちゃって結果的には緑内障で、まあ、手術を繰り返しして今治ったっていう身内がいますのであの結構結構外,外部の外部私、まあ、身内ですけどその本人じゃない当事者じゃない人間からしても結,結構あのバタついたというか、まあ、心配した出来事でありましたんで緑内障怖いですよねとはい。 で緑内障ゆえにも手術が今回もできなかったっていうのがありますけれども、まあ、東海先生も出てきたのでもう緑内障です佐伯先生手術メインでできませんここはちゃんちゃんで話としては終わりかなというふうに思いますだけれども、まあ、天木先生が探っていってかつ天木先生がなぜか持っていたブラックペアンに関して要はシーズン1でいうと飯沼達二という人間の中にブラックペアンをね心臓の中に 残した状態で手術を終えるっていう、まあ、ことがありましたけれども全く同じ事象じゃないとしてもブラックペアンを通した医療事故もしくは謎これは残っているという考えなのでそうするとやっぱりブラックペアンイコール都会先生天城先生じゃなくてやっぱり最近院長なんですよねブラックペアンに関しては。なのでおそらくまだ最近院長が何かしらのことを残しているんじゃないかなというふうに思いますよね。 まあその上で今回ちょっと気になったこととしては最近委員長が、えー、委員長選に改めて立候補するというふうに言っていましてまあそれだけだったら「あ権力ずっとトップにいたいおじさんね」で済ませられたんですけど前回最後は出てなくて今回の冒頭で出てきたのはその年齢のいった役職のついている人たちには退陣いただいて若い人たちになってほしいってことを言っていたのでなんかその辺とのブラックペアン まあ要は先生の謎このドラマにおける最後に残されている謎とそこっていうのがもしかしたらつながりがあるんじゃないかなというふうになんとなくですけれども思いました。でここからはまあ感想でございますけれどもまずまあ私ずっと双子説はそのドーピングをしていたので。 予想は当たるだろうと思っていてまあ、いろんなコメントいただきましたよいや言うて双子じゃないっぽくないですかとかそのホームページが正しいとは思わないじゃないですかとかいろんな意見をいただいていたんですけどまあ、双子だろうというふうには思っていましたまあ、なんですけどもそれでも非常に見事だなというふうに思いましたね要は双子説であり特に天城先生側の方がかわいそうっていうことになったじゃないですかで、まず天城先生毎回賭けをコインでやっていますけれどもあれさ 二者卓一運があるなないいじゃないですかこれそもそも天城先生が双子という二面性の中で外側に出されたかわいそうな人間つまるところですよねで少なくとも天城先生の心の中にはそのわだかまりがずっとあったその人間がずっとこう賭けをしていた運があるかないかを 見極めていたっていうのはなんか今までのシーンを見返してもなんか切なくなりません切なくなるんですよねだから双子説分かっていてもその真相が予想外なことだったのでうわそう来るかって形で私結構こうなんか今回胸にグサグサ来る天木先生かわいそうだなっていう言葉はいいけど所詮ドラマなのにもう結構なんか引きずっちゃってますよねかわいそうだなっていう風に はい、であとはまあ見せ方ですねあのもう先ほど説明した通り双子であり、まあ、天城先生もともと健康だったけれども手術をした後とでまあ発症してしまって結果的に天城先生の方が今回大ピンチになるっていう形だったわけですけれども双子説が分かっていても、まあ、それこそその2人がさ初めてこう顔が映ってねあの「また一緒に遊べるといいねうん」とか言ってるシーンありましたけれどもあのシーンも見た時私こうドラマを見ながら。 どどっっっちちがががて見ながら見ならんですよえで車を持ってる方黄色い方が天城先生だから黄色い方は天城先生ねって言って見てたけども「あれえ青い方天城先生が病気なんでしょえでも青い方の子がこの鼻に酸素のある吸引つけてるえっ?」てこう見ながら「あれあれあれ」って、まあ、結果的にだからその逆だったっ天城先生が全部かわいそうだったって話なわけでございますけれども。 双子って分かっていたとしても「えっ?」ってそこの,このどんでん返し感っていうのは見ていて非常にこうのめり込む要素としてドラマとしてだから演出シナリオ展開がううまいなっていいうなふうに思いましたよねでその上で、まあ、今、まあ、話した通りではあるんですけれども、まあ、天城先生の「絶望」っていうことでまさにこのシーンですけれどもこのシーンを最後に、まあ、多,分多,分多分死んでないと思いますけれども来週以降ね、多分死んでないと思うけど。 わざわざ都会先生出てきたし知らないと思うんだけどこのシーンでその「リージーハートセンター」が今後開業することを夢見てきっと「リージーハートセンターもにも美しい桜が咲くんだろうな」って言ってそうしたら天城の後ろ姿をこうねこう後ろ姿を捉えて天城の後ろ姿のここに桜の木が2本満開の桜の木が見えるっていうシーンだったんですよね。だけど このシーンよく考えるとその後天城倒れてましたそこに、えー、最近院長が「天城!」って駆け寄りましたけどもあの倒れてるシーン次のシーンは桜咲いてないんですよねただ単に桜に緑の葉が生い茂っているシーン季節は春じゃないわけですよ。つまり最後の,あの桜の満開のシーンっていうのは天城が見た幻,幻想っていうか理想ですよね理想でありまあスリジ g ハートセンターも、まあ、桜の宮病院だからもともとだから 桜っていう形なので桜に対してなんか自分の生きる希望だけどもう生きれないかもしれないという絶望感っていうのをなんかこう持っていたっていうのもなんか胸にくるものがありましたね。とにかくだから天木先生今回ひたすらかわいそうだなっていう形。であとは特にやっぱりなんかもう本当にここから過去の輪を見返すと陽気な天木先生すらなんか私すごい胸に来ちゃいますけれども天木先生はずっと。 手術が無事終了すると心臓は美しいって毎回言っていたんですよね罪ある人でも罪なき心臓は美しいっていう風に言ったずっと言っていたわけですよ自分のダイレクトアナストモーシスでしか自分を治せない詰まるところもう死が目の前に迫ってきている人間がずっと心臓は美しいなんなら自分が心臓の手術をさせられた幼少期にさせられたから多分それによって結果的に自分の心臓の病気も 発症してしまったっていう形の人間が世界一のオペができてかつ心臓が美しいって毎回言っているってこんなん泣けるやんっていうふうに結構今回私としては思ったところがありますね。はい、で今回渡海先生登場いたしました二宮さん一人二役お疲れ様ですという感じだけども演技すげえなと改めて思いますけれども。 まあ一応今回最後のところあこれ原作に全くないわねこのシーン全く原作ないんですけどもなでも完全にドラマの予想でしかできませんが一応まあ都井先生登場してでダイレクターのストモーシトをしなきゃいけない状況一応再起式のオンポンプオンビートの総合弁手術をするのとダイレクターのストモーシトをしなきゃいけないって2つのことをしなければいけないんだけど直接分合を両方しなきゃいけないんだけれども、まあ、都井先生はそんな,なんかギャンブルみたいなことしねえよって言っていたので果たして来週どのように 東海先生が天城先生を助けるのかってところは見ものですよね。で。うん。あ、な、黙っちゃったこれ、事故でもなんでもないんですけど。天城先生助かるよね。助からないって可能性ありますかね。助かんなくても。二宮和也さんは。登場し続けられます。東海先生が出ているので。で、あと。 もう原作と全然違う方向に行ってるんで原作のネタバレ今から1つだけ話しますねここから都会の話と時間についての予想なんであの原作のネタバレ一切嫌な方ちょっとこちらで動画を閉じていただければと思うんですけれども、はい、じゃあ原作ネタバレしますね今からはい54321原作では天月先生死ぬんですよ原作では助からないんですよ都会先生とのつながりもないし手術上はね そうだから原作で死んでるから。まあ、何かしらの理由をつけて、都会先生が助けられないっていうことも。まあ、医者は神じゃないからね。ってことも。まあ考えられなくはないので、って思えるの楽しいっすよね。普通のドラマって主人公は死なないでしょ。基本的にはよほどのことがない限り。だけど、死ぬかもって思わせてくれる。この感じ。要は両方に飲み屋さんだから。 そういうふういいに思えるってのであとあのー、場面写真「ブラックペアモデルプレス」とかでググってもらうとあの渡、ー、海先生が今回最初大吉先生と電話しているシーンなんか野戦病院じゃないけど、まあ、なんかテントみたいなところから電話をしていてで患者さんが3人ベッドに横たわってんだけど。 南アジア系の感じだったのでなんか中東の難民キャンプとかアフリカの難民キャンプまで行かないけれどもなんかそういうところに多分海外のどこかに赴任していたんだろうと思いますでそのタイミングからすぐに戻ってきたで結果的に間に合ったかっていう西劇委員長の言葉につながるんじゃないかなというふうには思いましたね、はい、とにかく来週楽しみですはいでとにかく来週についてもう冒頭のところで正直話しちゃったんですけど来週に関してはやっぱり私とにかく8年前のオペは気になるんですよ ブラックペアシーズン1は6年前だからそれより前の話というふうになるのでこの8年前のオペが何を示しているのかというところ気になりますで天城先生助かるのかどうか正直わからないってところが絶妙で気になります楽しみですねってところがありますのでとても楽しい面白いドラマだなというふうに思いますねまたまあ私がねあの単純に二宮さん大好きなのではいあの本当に素晴らしい 俳優さんであり、私は正直スターだなというふうに思います。もちろん賛否あるのかもしれません。けれども、私はそういうふうに思いますね。でもね。今回やっぱりなんかまあ、二宮さんのもともとファンなので、俳優さんとして誰好き？日本でって言った時にでトップ5に入るのでなんですけど、やっぱりなんか世良の成長とともに竹内涼真さんの成長を感じますよね。あの、それこそ私知人とね。ブラックペアの話をしていて。 京内龍馬いいよね今回って言った時に <laughs> 知人がやってたのがあの「君と世界が終わる日に」ってあのゾンビと戦うドラマシーズンでありましたよね映画も含めていやずっとゾンビに追いかけられてたから成長したんじゃないみたいに <laughs> 褒め言葉として言ってましたけれどもやっぱり主役を張ってで脇役って言ってあれですけど準、まあ、主役もこのようにやるって主役を演じた若手が準主役に回るとやはり光るものがありますし世ラ自身が前回研修医から今回医師としてなっているので。 ま前回だとねあの原作よりもセラの露出が少ないっていうのがありましたけど今回は原作以上にまあ、竹内涼馬さんの演技も相まってよりセラというキャラクターが輝いているなというふうに思いますのでそこもなんかいいポイントだなと思いますはい以上となりますまあ、まだまだ謎要素あるというのが私の予想でございますのでまあ、皆様どういうふうに思われるかは皆様の考えのもとではございますけれども来週以降も楽しくお話を進めていければと思います 本日もご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。